たら足が太くなっちゃう。ミミ、足ってのは根っこみたいに太い方が素敵。そんなのやだ。でもそろそろ日が暮れるみたい。どうします？暗くなってから進むのは危険ですよ。におう、においます。真水の匂いや。近くに湖があるんや。みんな疲れて腹も減ってきたし、今夜はそこでキャンプにするか。
プチファイヤー、ベリーフレーム、ファイヤー、ベリーフレーム、よーしょっと、プチファイヤー、どうだ、
るからせかすなよ。あ、おヤマト、魚は遠火で焼くもんだ。え、そうな、はあ、お腹もいっぱいになったし、そろそろ寝ようぜ。交代で見張りをした方が良くないですか？そうだな、順番を決めよう。女の子はやらなくてもいいだろう。僕、平気だよ。いいからお前はゆっくり休め。ガブモン、毛布代わりにその怪我、ガブモンの怪我の下ってどうなってんのか気になって。ああ、それだけは。よせ、嫌がってんだろう。ただの冗談だよ、怒ることないだろう。やめて、二人とも。じゃあ最初の見張り場俺がやる。じゃあ次は俺だ。お兄ちゃん。ヤマトのハーモニカ、いい音色だな。あんなちょっとしたことで頭に血が昇るなんて。どうし、大地の様子でも見に行くか。あのさ、気になってたんだけど、タケルとお前って兄弟だよ。親が離婚したから、俺は親父と一緒に、タケルは母さんと住んでるんだ。それで二人の名字が違ってたんだな。ああ、トイレに行きたくなってきちゃった。お兄ちゃん、どこに行ったんだろう。怖い。カブモン。怖い。
モニカが聞けないなんて、あんな優しい音色が聞けないなんて。進化した。すごいよガブモン、頑張れ。2体目の進化、アグモン以外も進化できるんだ。フォックスファイヤー、行くぞ。頼む、レビーフレーム。できるなら初めからしろよ。無茶言わないでよ、初めてだったのに。ガブモン、助けてくれてありがとう。別に。テレアなんだから。それはお前だろ。